サミット軍はアメリカ合衆国オハイオ州北西部に位置する都市型の軍である。2000年度人口は54万2899人であった。この軍の軍庁所在地はアクロンである。アメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積1088平方キロメートルである。このうち1069平方キロメートルが陸地で19平方キロメートルが 水地域である。総面積の1.75%が水地域である。2000年現在の国勢調査で、この群は54万2899人、21万7788世帯、および14万4611家族が暮らしている。人口密度は508平方キロメートルである。 216平方キロメートルの平均的な密度に23万880件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人83.50%、アフリカン・アメリカン13.19%、先住民0.20%、アジア1.41%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.29%、 および、本欠1.39%である。人口の0.88%はヒスパニック、または、ラテン系である。この郡内の住民は25.00%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.20%、25歳以上44歳以下が29.60%、45歳。 以上64歳以下が23.00%及び65歳以上が14.10%にわたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は92.90人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.30人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は42,304米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は52,200米ドルである。男性は41,117米ドルに対して女性は26,831米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は22,842米ドルである。人口の9.90%及び、 家族の7.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.00%及び65歳以上の6.80%は貧困線以下の生活を送っている。市長及び軍区を表示するサミット軍の地図。ありがとうございます。